たまたま運が良くて、こう自分で探したすぐどんないで、お店もそうだし、住むとこも、こういうわけで空いてるからどうですかみたいなとかね、最初開いた頃は飯舘村の人のやっぱり憩いの場所、私ほら向こうでも放射能屋なんかで憩いの場所なくて、店開けるわみたいな感じで開けだったんで、4月からね、でこの院長みたいな感じで避難してきてもみんなね、土地勘もなければ友達もないから、ここに来れば誰か飯舘の人がいいんじゃないかなみたいになって、でもっと飯舘の人いっぱい来てたんですよ。あ、それでまたお店を開きたいなっていう気持ちは あったっていうかね、ある、まあって言えば嘘になるような気がするんだけど、小杉で見ればもう今うち帰ると、ね、悲しいんだよね、帰りも状態見るとね。で、こんなの考えたらこれから1年2年は帰れないでしょ。もう除染も今年やるっつったの来年からって言ってるから、結局2年以上はかかるわけでしょ。ただあと2年は戻れないっていうことでしょ。ただあのうちどうなるのかなと思ったら、もう今でも昨日もうちの奥さんうちが来たら、もう寝室のここ抜けてたぞなんて昨日言ってたから、戻って仕事するっていうのがどうなのかな、住むうちもあっても住めないっていうのはよく私言うんだけど、宇宙人の生活ですって言ってんだけど、宇宙人の生活はね、足が地につかなくて毎日、これから先どうなるのかなって思います。こっちの方が心配。